皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林一真と申します。本日はですね、前半の部分では、海外のイノベーティブな商品のご紹介をさせていただきまして、後半ではですね、ジョージ・フロイド氏のですね、黒人を差別した警察による殺害だということで今暴動が起きてますけども、まあ、それの、まあ、トランプ大統領の Facebook への投稿をめぐって、今 Facebook が揺れておりますので、それについて、本日はですね、ご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容に興味があるとはぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今皆さんがですね、画面に見ているのはですね、キックスターターの案件でございまして、ロッドレスフィッシングリールとありますけども、まあ、フィッシングロッド、竿なしのリールという商品になります。まあ、ちょっとね、非常に面白くてですね、まあ、これ、まあ、827人のバッカー、それから、8万3000、約800、ね、20、30万くらいの、まあ、バッカーがいる、商品になります。どんな商品なのかちょっと一緒に見てみたいと思います。まあ、あのバスフィッシングの商品ですね。で、まあ、あの本当にもうあの犬の散歩行くぐらいのつもりで手ぶらで行ってもう簡単にちょっと釣りをするみたいなことができるんだと、まあ、こんな感じでね、もうあの竿がないんですね。こんな感じでもう本当に手ぶらで行って、軽くちょっと釣りができるみたいな、そういうイメージの商品になります。あんな感じでね、ぐるぐる回して投げて、でかかったら、まあ、ああいうふうにこういうふうにくるくる回す感じですね。でこれで今魚を実際に釣った感じですね。キャッチャーのリリースですね。まあ、こんな感じで、まあ、本当に、釣りなし、釣り竿がないので、まあ、簡単にね、まあ、手軽に遊べるっていうところはちょっとね、面白そうですね。まあ、このようにですね、バスフィッシングができる商品で、もうこれね、ポケットにピッて入れて、もう遊べるというところが、まあ、ちょっと今回のこの商品の面白いところなのかなというふうに思います。はい。まあ、ロッドレスリオというね、感じで、本当にもうこんな感じで釣りができちゃうという感じですかね。うん。まあ、本当にバスフィッシングをやられる方に関してはですね、まあ、非常に面白い商品なんじゃないかと。わずかがこれね、本当に、0.5 オンスぐらいですね。うん。で、まあ、このレールでこんな大きい魚も釣れちゃうという感じですね。はい。非常にこれは、まあ、あまりね、見たことないイノベーティブなスポーティンググッズだと思います。で、まあこれね、実際にいろいろ日本のクラウドファンディングを見てみたんですけども、ありません。前例がね。やってみる価値はあると思いますし、日本でも釣り具のね、マーケットっていうのはヤフーオークションにしろ、まあ、メルカリにしても結構大きいので、一定のね、まあ、ファンがいることはもう間違いないと思いますので、まあ、ぜひこれもですね、一つ、面白いから見てみるといいと思います。はい、じゃあですね、本日の、ニュースの方に行きます。Facebook is getting slammed by civil rights leaders and losing business as employees strife rage about its stance on Trump's post. Facebook が今ですね、ちょっと揺れておりまして、まあ今アメリカでね、皆さんもニュースになっている人がいると思うんですけど、今暴動が起きてるんですね。で、まああの、ジョージ・フロイドさんというですね、ミネアポリスで、まあ黒人の男性が警官によって、まあ首を押さえつけられて、まあ、まあ、殺害されてしまったわけですよ。それがまあ黒人差別だということで、今全米でね、もう本当に全米に広がって今暴動が起きています。まあ、これがね、まあ、本当に今黒人の差別だっていうところもありますし、まあ、コロナウイルスで皆さんがね、こう自粛モードね、職を失った人たちも多いですから、まあ、そういうのにも鬱憤晴らしも多分入っていて、まあ、そういうのもあって今すごくアメリカで暴動化が進んでいるわけですね。
で、まあ、なんでそれで、今ちょっと一つ問題になっているのが、まあ、トランプ大統領がですね、Facebook にの自分のポスティングにですね、まあ、when the looting starts, when the shooting starts ってありますけども、そういった、まあ、コメントを出したわけです。今、つまりこれはですね、略奪が始まると、銃撃が始まる。っていうことを、トランプ氏は書いてるんですけども、これ何かというと、まあ、トランプ大統領がですね、暴動が始まると、まあ、US の、軍隊投入するぞということを言っている、まあ、要はですね、軍隊によってこう、まあ、射殺とかも起きえるぞということ、まあ、要はこれ、まあ、暴力をですね、まあ、肯定化しちゃってる投稿なんですね。で、まあ、これで、何が問題かというと、その Facebook のマーク・ザッカーバーグ氏がですね、まあ、この投稿を、まあ消さずに、そのまま残していてしまったということで、まあ、Facebook っていうのは、こういったね、暴力を容認するような、コメントを放置するのかと、非常に今批判を浴びています。なぜ消さなかったのか、まあ、大統領だといえどですね、そういった暴力を容認するような、コメントを残してしまったことに対して、Facebook が、削除をしなかった、そのまま放置して残してしまったということで、じゃあそういった投稿はいいのかというところで今非常に今問題になっている感じですね。うん、でまあそういうシビルライツね、まあそういったあの公民権の指導者たちがマーク・ザッカーバーグを非難しているという感じですね。でマーク・ザッカーバーグもそういうまあ今 Facebook はまあそういうね暴力を容認する会社なんだということで今、叩かれておりまして、まああの Facebook を使うのはやめようと。いうような、まあ、感じの、ね、書いてますね。We are at Talkspace discontinued our partnership discussion with Facebook today. We will not support a platform that incites violence, racism, and lies. まあ、この、オーレン・フランクさんというのはですね、まあ、弊社はですね、今、Facebook とのパートナーシップもディスカッション、議論もやめたと。我々は暴力とかですね、まあ、そういう差別、人種差別とか嘘、そういったところをサポートするプラットフォームは、まあ、サポートしないと、うん、いうふうに、まあ、要は Facebook のことを言っているわけですね。はい。そういった感じで今ちょっと Facebook もですね、政治的な内容で、まあ、今回今、まあ、もちろんトランプ大統領が使ってですね、使われて、それでまあ今、結構、叩かれている状況ですね。まあ、これ Twitter も結構同様で、まあ、今ソーシャルメディアがですね、今、アメリカで、トランプ大統領の、まあ、そういうね、やりたい放題なツイートによってですね、会社の命運を、命運がかかるようなですね、決断を、まあ、求められている。トランプを容認すれば怒られた、他のメディアから怒られちゃうし、まあ、そういったところもあるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、今後、まあ、なくなることはないと思いますけども、Facebook も今、今後どうしていくのかっていうのはですね、対応が求められるんじゃないかなと思います。はい。それではですね、本日の、コンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、よろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひ、フォローしていただけると幸いです。メルマガの方もですね、毎日、更新、配信しておりますので、こちらの方もぜひご登録ください。それでは、本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye!